こんにちは、こんばんは、ホビドアです。フォビア、プレ再開していきたいと思います。ってことでやっていきましょうか。前回こちらでセーブをした後、探索も何もやっていないのですが、何かないかだけ見てから進んでいきましょうか。多分何もないはず。何もないね、よし。ここら辺、銃弾は手に入ったんだけど、まだ武器を持っていないんだよね、実は。開かないよな。俺ここから来たのでこっちか。おっと、これたまに似たようなこと発生してるけど、この前も一回あったよね、確かプレイ中に。これテープあれだろ、回復のやつだろ。本作、わざとだと思うんだけど、判定がね、あんまり良くないんですよね、アイテム取るときの。Don't open. Dead inside. 壁にかけると開けるの中に死体あり。なんで英語でここが書かれてるんだ？OK。よし、メモった。メモらなくても、多分ジョーナル、ドキュメントだっけ？こちらにね、出てくるので、別に大丈夫なんだけど、やりながらね、見るっていうのもあれなので、よし。壊せないか。主人公、あれ、わーってやって、思いっきりぶん投げれば多分壊せそうな気もするんだが。おお、やっと見つけた。全然置物に気づかなかった。何か足りねえっぽかったからな。何かと思ったら。ついでに銃はないのかい？ほんと銃弾が置かれてたりしないな。電子回路が手に入ったのはいい。あと銃弾だな。銃弾じゃない、銃だ。603号室ってことは上の階層だよな。また上に行くのか。603号室、ここか。やっとだ。これは？カセットレコーダー。勝手に合わさった？これと、これだよね。Alguma coisa com certeza tá errada aqui. Tudo começou quando eu ouvi um barulho muito alto vindo do 610. Foi a primeira vez que eu vi a menina. E aí vieram esses monstros bizarros. かなり音量が低い。これだけか。何かのヒントになってるというわけでもないのか。ギター、よしくれ。これかツールボックス。こちらは先ほどのメモで、右に30で、違う、右に30で、下ボタン押せば次かな？確定 X か。あれ押してるんだけど。え？確定を押した後1回増えるのか。なるほど。じゃあちょっと待って、31。
ちょっと待って。30左。ああ、なるほど、そういうことね。左に10回。左に10だよね。左に10回じゃないだろ、多分これ。右が5。書いた。これやってる？当てた。よし、オッケー。ブルボックス。六角レンチ。よし。武器は？武器は？あと今、手に入れたカセットだけど、これは、捨ててしまっていいんだろうか。まあ、いらなかったらね、全然捨てても大丈夫だと思うんだけど。ガーゼ。ガーゼめちゃくちゃ手に入れてるんですよね。ピストル取り逃してるのだよ、これ。ピストル取り逃してるまであるな、これ。ここは何もないかな。よし。六角レンチ手に入れた。はい。じゃあ、ここ？ここっていうか、下のところ？またピカピカ。今度は下の六角レンチ使う、修理がどうのって言ったけど、六角レンチ入るところあったのか？いや、わかんないけど、まあ、試しにね、行ってみよう。ここ？そう。まあ、まあ、ならいい。基板を手に入れてるから基板を交換する感じかな。ああ、交換っていうか、なるほど。待って、これ動かせない先に。ああ、やっぱそういうあれね。こことここつなげればいいのかな。待って、これは。あ、そういう風に変えていくタイプのパズル。はい。よかった。もっとやべえのだと思ってた。へいへい。へい。で？ちょっと待ってね。あっちはつながってるだろう。ここで途切れちゃうか。よし。はい。もうここはスキップする必要もなく普通。本作ね、パズルの時間がかかるのがパズル自体じゃなくて、どこに何があるのかちょっと分かりづらい。Mas é claro que tá faltando todos os botões. É, não tem outra escolha a não ser subir. なるほど。じゃあ7番目をしよう。ここちゃうんか。とか、ここだ、ここだよね。そうだよね。常識的に考えてここだよね。ちょっと待って。こいつを。多分こいつ使わないので、光ってるし。光ってるしね。使わないので、ちょっと待って。ガーゼ組み合わせで。回復中？ん？オスイエス使って。違う。そんなつもりじゃなかったんだが。ちょっと待って。移動じゃなくて、ちょっと待った。ちょっと待った。絆創膏組み合わせ。はい、包帯。やっぱできる。なるほど。ああ、これそのままで使っちゃうっていう感じなのかな。まあいい。OK、じゃあ上に登るしかないって言ってるし、上に登りましょうか。ピストルが欲しいんだけど。これもうピストルもらえないパターンまで見えてきたぞ。大丈夫なのか。見つかるだろうか。なんだろう。まあまあ、いつものなんかあれなやつだろうな。
なるほど。たりしない？なんかヒニングっぽいものが落ちてるけど、多分違う。なんだろうあれ。一体あれは何なんだ？うむ。え？え、なんて書いてある？門は開けられた。やつはこれには気づかなかったはずだ。門は開けられた、うん、誰かが開けてしまったみたいな風に書いてありますね。何のどういう意味の門だろう。地獄の門は的なね。ここもない。うん、一回のボタンを探す。なるほど。あ、まあ、上空に出てるやつね。一回のボタン探すって。お弾薬じゃん。これ銃取り忘れてるのでは？え、これなんか使えるんじゃない？使えないかな？なんか入りあみありげーな配置になってるけど、とりあえず選択できないね。いやー、これだってどっかで動くでしょう。Meu Deus, isso...Isso não é humano. なんだこれは、人間じゃない。至る所に置かれてんだこれ。あなたを愛しています、あなたのことが大好きです、そういうふうに書いてありますね。これ持ってこいよ主人公。なんかあったらこうパーンとね、頭のあたりを。すげえ違ってなかった。血がこちらの方に来てる。弾薬だ。ピアノ弾いて心臓を狙え。おお、やっとだ。やった。ピストルだ。みんな大好きピストル。よし。おお、始まった。やっと本編だ。え、いきなり？はい。早速外した気がするんだけど、気のせいかな。よし。Porra! De onde veio essa coisa? リロード。Tá. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô vivo. 当然だけど、敵がアイテムをドロップするタイプじゃないんだな。これ、あと問題は、ナイフがないんだよね。殺したら復活したりはしないんだろうな。オッケー。オッケー。カメラを構えながら銃を構えることはできないな。よし。あ、上ボタンで銃か。なるほど。昔製造されたピストルだ。キャリバー45だ。ま、鍵は特にない。銃を手に入れたので、例の虫がいたところを攻略可能か。あちらかな？先に、まあ、探索をこちらをしてみよう。ここがシアターっぽいが。これ？いや、なら別にいいんだけど。ここだと思わなかったので、ちょっとびっくり。OK。これは？チェスだ。例のホワイトのクイーン。こいつを例のところに突っ込んでおけばいいのか？次は。OK、OK。ここは開かない。まあそうだろうな。向こうには何かアイテムがあるっぽいが。
これ階段にいたやつ襲ってくるよな、絶対。ここもっとアイテムあるのかと思ったけど、特にないのか。こいつこいつ、ここにいたやつ襲ってこないの？わからないのか。こいつは？構えとこう。うん。とりあえず銃を手に入れた。やはり、あの場所に行く必要があるのか？ 6 階サービスルーム。どこだよ。6階サービスルーム。おっと、陽気なブラザーがいる。え、痛い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 。思ったよりも俊敏じゃん。おっと、ヘッドショットだとダメージ入んないのかな。あ、ではごめん。でヘッドショットだと早めに倒せたりとかするのかな。気になるところ。よし、あんまりバンバン撃ってると弾足りなくなるからね。俺何しに来たんだっけ。あ、そうだ、サービスルーム。サービスルームってどこ。ここか。え、これ何がある。なんでこんなところに。エレベーター1階のボタンだ。やったぜ。お、教会用のやつだ。よし、弾丸。ここに来るまでに結構使ったからな。助かるぜ。よし、弾丸。よし、これで敵が2体ぐらいはぶっ殺せる。素晴らしい。他にはないのか？何これ。お、弾丸じゃん。助かる。見ててよかった。なーにこれ。ですよね、そういう感じのあれですよね。ウサギだ。ウサギ撃ったらなんかないかな。石なんか始まったぞ。なんだこれは。なんだ例のあいつか。こいつネメシス枠だろ。逃げろって。逃げろってことなのかね。あ、来てる。これどうしろってんだ。撃てばいいのか？撃つしかないよな、これは。止まった。お前は死んでいる。そんな北斗の拳みたいな。Oh, you are already dead。 すでに死んでいる。北斗の拳みたいなやつが出たな。あ、これめちゃくちゃ戻されたな。よし、あそこに行くまでカットだな。よっしゃ、2戦目だ。おぉ。あー、このシーン、撃ちまくればいいんだな。任せて。ちなみにさっきより多分銃弾余ってるんだよね。2回目来たから。できるだけ弾薬節約した。ここまでね、ここまで来るのにね。こいつ、序盤の主人公殺したやつだよな。助けて。よし、取り抜けられた。時を止まれ。なるほど、エレベーターに乗ればよかったんだな、これは。で、
やっちまったものはしょうがねえので。本当はエレベーターに乗ればよかったんだな。なるほど。完全理解した。つまり、これは積んだということだな。OK。ちょっと試しに死ぬかやってみよう。ほら、ネメシスだって撃ちまくればロケラのパーツもらえるだろ。よし、ダメだな。なるほど。ならばいい。もう一回やろう。さあ、殺せ。お前はすでに死んでいる。この表記マジで面白いんだけど。ワンモア。とりあえずこいつを撃ってかがんだら速攻でここで済めばいいんだな。ちなみに今回は銃弾はさっきよりも少ないぜ。よいしょっと。よし、多分こういうことだな。で、よし。そして勘違いしていた。あそこの、あそこじゃねえんだ。そう、ここだ。あの時、普通に進んでればよかったのか。なるほど。勝手に、そういえばそうだよな。ここのエレベーターだもんな。死んだところはノーカットでいくぜ。よし。なんか引きずられてない？自分で入ってる主人公、本当？一旦7階にこ行けってことかな。多分そうだよな、一旦ね。うちできないよ、そんな。どういうことだ。それはそれとして他に何か入手したものは何もないよな。セーブポイントはこの近くに他にはなかったはずだ。なので問題ない。これは特に何かあるってわけでもないよね。こいつだ。よし、大丈夫だ。いけるみたい。大丈夫そうだな。よし。森の中の家。え、森の中の家に行くの俺。森の中の家に行くの嫌だな、森の中の家は。さっきのやつまた出てくるんだろう。森の中の家は嫌だな。何を感じるんだ、主人公。なーにあれ。マティアス、リガプラエル、アビサケジンチンコントロー。なんだろうね、あれは。あのスキルポイント的なものに見えるよね。殺人鬼め。Nossa, acho que dormi demais. Ai, minha cabeça.
いい絵が飾ってある。なんだこれは。何？クリストファーや村人全員、今夜午後7時に礼拝堂にいます。うん。鉱山で何か起こったのか、たまについて話す必要があります。一緒に持ってきてください。はい。Mais uma reunião na capela essa noite? Estranho. Eu não me lembro dessa esfera que supostamente deveria levar. これ別の主人公？まあ、武器とかっていうか、まあもう全部物がなくなってますね。なんだこれ。配送なのかな。家族の遺品、記憶が見つかりました。配送パートというか、なんというか、そういう感じなのかな。武器を持って歩くパート自体が少ないのかもしれないね。あと、こうやって喋ってるところは基本的にカットしてないんだけど、お分かりいただけるかな、今作かなり調べられる細かいところが多くて、結構やってると時間がかかってしまうので、かなりの回数カットしてるんですね。実はプレイ時間のだいたい1時間ぐらいで収まるようにしているんだけど、動画ね、目安ただだいたい20分以上カットしてるそんな感じになってますね。Se eu tivesse essa esfera, suponho que estaria no meu escritório. Office, né? Office はまずどこなんだよ。おっと、変な人があそこ通ったね。これはセーブポイントね。よし、セーブしておこう。クリストファーの家。これ何年代だ？いつの話だろう。そしてせっかくカメラとかライトで明るくできるようになったのに、また暗くなったね。今作ガチめに暗いんですよね。見えないわけじゃないんだけど、かなり暗いので。Não devo sair enquanto não encontrar essa tal esfera. 幽体を見つけるまで外出ちゃダメ。なんかいるんじゃねえの外。ほら、なんか歩いてたよね、今。essas roupas estão mais sujas do que de costume. 鍵。Ah, por que sempre largo você aqui? 知らんがな。オフィス？オフィスに行くために本当にいろんなところを歩き回らないといけない。はいはい、次の鍵。また外になんかいるんだろう、どうせ。あれ、ちょっと今びっくりしたよ俺。よし、気にしない。服が置いてあったじゃないですか。あれの方がなんか人が歩いてるんでびっくりした。雰囲気がすごいいいよね。Não vejo nenhuma esfera. Talvez eu deva checar se ela está no armário de armas embaixo das escadas. Ani, これ組み合わせろって。これ順番があるんだろうな、組み合わせる。こういうことでいいのかな。一個足りないよね。一個足りなかったよね、そもそも。一つパーツが足りないように見えた。おっと、銃が二つ入ってるな。あ、もう一つあるね。なるほど。これ左上にオメガと Y みたいなマーク。なるほどなるほど。オメガ、右が Y みたいなマーク。これで、もう一つがこれか。違うの？開いた。Pelo menos meu revólver ainda tá aqui. Bom,
A caixa na minha escrivaninha é o último lugar que eu posso checar. やったぜ。これは使わないんだ、主人公。こっちは。ちょっと待ってね。今、武器を取ったけど、イベントリーには入らなかった。ということは、まあ、これを組み合わせて、どんどん部屋が汚くなってくるな。さて、では、こちらか、は取ったろう。で、ここだな。多分なんだけど。これで、X、アルファ、オメガ、はい。X、アルファ、オメガ、最後はこれか。よし。A の球体か。Meu Deus、eu posso sentir o que é esse poder?感じる。このパワーは何なんだ。Deve ser sobre isso que querem conversar. Eu tenho que ir até a capela. 別の球体。不思議な技術の球体だ、物体だ。いいエネルギー源になりそうだ。いいエネルギー源になりそうだ。だってこれで、あとは外に出るだけのはずなんだが。セーブが可能だな。大丈夫なのか。銃も持っている。セーブもした。出るのはここだよな。道中はスキップされて、もうその礼拝堂の方で目が覚めるのかな。目が覚めるというか、まあ、そこになるグレートホール。あー、なるほど。こちらに戻るのか。メインの主人公の方に変わる感じかな。メインの主人公に変わりましたね。念のため確認。まあですね。いや、こいつ確実に後で立ち上がるだろう。どう考えても、どう考えてもまず確実に立ち上がるので、今のうちにぶっ飛ばしたいんだけど。ナオアバラ、開けるな。この音って俺が走ったから。おお、こいつ気になるな。後で立ち上がりそうだよね。今のうちにぶっ飛ばした方がいいのかしら。大丈夫ない。これ怖いのが、こうやって押してたら、あ、押してたじゃない、ごめん、何かしらこう、おっとっとっと、何かしらありそうな気もするんですよね。ガーゼガーゼ、ダメージちょっとしか入ってないんですよ、基本倒してるので。あとほら、即死野郎いたから、まあ即死じゃなかったけどね。2回目ダメージが普通に入っただけですよね。カメラで見たらアイテムないかな。クレヨン、なんだろう、ボンドかな。お、弾薬、いいね。お、増えた、いいね。割と、まあ、探してるからだと思うけど、割と余裕があるよね。あー、なるほど。余裕がある、アイテム、イベントリーね。インベントリーに、まだ余裕がある感じかな。ある程度。メインどこだかわかんねえな。銃構えといた方がいいのかしら。こんなバゴスか敵が序盤で襲ってくるようなゲームではないっぽいけどね。今のところプレイした印象はやっぱり
アウトラストだとか、バイオセブンとかかな？そんな印象が非常に強いですね。アルコール。アルコールは組み合わせで、こいつと組み合わせてこれ作って、これは組み合わせてこいつとこいつ作って、よし、OK。サプライね。ナイフねえのかな？あ、ピストルの弾、よかった。あれ、どうも考えても1個以上あったろう、今のは。ああ、いつの間に。びっくりした。どうでしたか？手当たり次第に殺してるけど、多分手当たり次第に殺さない方がいいと思うんだよね。これ弾薬じゃね？弾薬だ。よし、よかった。ちゃんと。あと1個以上だった。あれ、なんか、オブジェクト的に3つぐらいになってる気がするけど。まあいいさ。十字架を、十字架を噛んでる人かと思ったけど違うな。あれ多分、だが？あ、さっきのやつが立ち上がった？ってことでいいのかな？ここにいたやつだよね、多分立ち上がったの。うん。これは下に降りちゃってもいいのかな？さっき言ったやつが立ち上がったわけじゃないな、これ。うねうねしてる。開けるな。nojo! O que aconteceu aqui? チェリー、これは一体何なんだ？で、何が起きたんだ、ここで。穴の中から敵来そうだよね。特にカメラで覗いたからどうこうってわけでもなさげだな。こいつ落ちてきそうじゃね？こいつ落ちてきそうだな。まあいい、落ちてきたら殺せばいい。おお、虫！びっくりした。戻れ。噛まれると殺せるんだ。なるほど、いるね。俺はわざと噛まれるか。草来い。草来い。草来い。お前もだ、草来い。草来い。来い。来い。おい、とっとと襲って。ねえ。撃っちゃうよ。もうしょうがねえ。あれ、ほら、回復薬余ってるから。使うリソースの分断。いない？ああ、野郎があっちにいますね。奥の方にいたのが普通に見えた。当たりどころが悪いと結構使っちゃうの、結構撃つことになるので、そこがちょっと心配かな。いますね。こんにちは。そもそも一発外したっていうね。言ったろ、当たりどころ悪いと結構撃つことになるって。あー、一発外しちゃったか。出てきてる敵をとりあえず撃ち殺してるけど大丈夫かな、これは。例の幽霊か。行けないと。うん。俺は行く順番見せたか。これまさか進めたりはないな。よし。いいんだぜ。弾薬が 10本ぐらいあっても。10弾ぐらいあってもいいんだよ。10弾だけにな。ダメだ。これしかねえか。どうでしたか。はい。会議室に。OK。何もないね。
これ帰りも野郎出てくるかな。ほら、あのぶら下がってたやつ襲ってきそうじゃない。あいつ降りてきてわーっていう、そういう流れだと思うんだ。降りてこないんだ。襲ってくると思った、普通に。襲ってこないね。やはり降りるしかないか。降りられるかな。ここら辺降りられそうだったんだけど、降りられるみたい。よし。セーブもあったし、パート2はこんなところでやめておくか。ああ、銃弾だ、やったぜ。おお、もう一回セーブしたか。これ実際にはもっと遊んでるな。ストップしてる時間、カウントされてないのかな。もっとやってると思うんですよね。さて、といったところで、今回のプレイはここら辺で終了したいかと思います。進行はできたけど、やはり銃弾がギリギリな感じだね。基本的には敵をやり過ごした方がいいのだろうが、やり過ごしていい敵と、やり過ごさなくてもいい敵がようわからんな。弾薬、そういえば精度を上げるのは結構ありな気がしてきた。一発撃った後結構ばらける。結構ばらけるので、もしかしたらこれちょっと上げちゃおうかなとかとちょっと思ったりしてますね。発射速度は別にいらないかな。弾薬の最大数上昇も、これもいらないかな正直。いや、なしじゃないんだけど、それほど弾薬がまず入手できないと思うので、あまりいるかいらないかっていうと、そんないらない。あげる理由はどちらかといえば、もしあげるのならば、ボスとか特定の敵、さっきの敵もそうなんだけど、当たりどころ悪いとなかなか死なないんですよ。あと何タイプかあるだろうしね。なかなか死なないので、それ対策で、リロードを敵の目の前でやるっていうのはなかなか良くないので、それ対策で最大弾数を上げるとかっていうぐらいかな。次回そこら辺は考えるとしましょう。といったところで今回のプレイは終了したいと思います。皆様ご視聴ありがとう。